セレクターのスイッチ。あれ？おかしいな。さっき。もうね、また沼った形跡があるかと思うんですけども。もうさ、チャイポンってさ、絶対沼るんだよね。なんだっけ、組み込んで、さっきね、ここスイッチね、付け替えたじゃない？で、組み込んで、よっしゃーと思ってトリガー引いたらさ、動かなかったわけよ。で、あれおかしいなーと思って、どっかハンダミスったかなーと思って、調べたんだけど、どうやってもわかんなくって、で、やべえ、これ、熱通して基板壊したかなーと思って、で、試しに、もう手持ちのやつ、いろんなのをね、こう、とっかいひっかいやってみたんだけど、なんか、そうこうしてるうちに、ね、レギュレ、モスフェットが煙吹いたりとかして、もうね、相当沼った。けどね、あることに気づいたのよ。電源挿してね、で、なんかこの辺触るとさ、なんか、ブブブブって音がし始めて、あ、これ、スイッチの近くにあるね、これ、ボルテージレギュレーターなのね。これ、レギュレーター、まあ、一般的に言うと三段足レギュレーターって言うんだっけな。このサイズになると、なんだっけ、ちょっと違う種類になると思うんだけど、まあ、簡単に言うとボルテージレギュレーターね。そう、電圧変換器なんだけど、なんかここをね、ギュッて押すと、ブルッとか言い始めるの。あ、これ絶対ハンダやったわと思って、こう、ハンダやり直したらね、動くようになりました。おー、超沼ったよ。3時間ぐらい無駄にしたよ。本当にもう、超めんどくせえ。よし、ここで、ボルトリリースレバーと、セレクターレバーで、スイッチ。あれ？ボルトリリースレバー、セレクターのスイッチ。あれ？おかしいな。さっき動いたんだけど。嘘でしょ。あ、カツンって言わなくなった。やべ、壊したかな、今度。別のとこ壊したかな。あっちくしょう。大丈夫、大丈夫。多分ね、ただの接触不良。で、こういきます。おっと、こういきます。こういきます。あれ？なんか動きが悪いね。あー、やっぱこの辺触るとほら、なんか不思議な動き方するよね。いや、ハンダでね、一応やり直したんだけど、それでもやっぱダメかも。なんか動き方変だもんね。このボルテージレギュレーターを交換しなきゃいけないかもね。ちょっと交換してみよっか。このね、A&K の電子折り側に似たようなね、7550っていうね、スペックがあるので、の、ボルテージレギュレーターがあるので、これちょっとパクろうと思います。よし。よし、外れた。OK。あちちあちあちあち。よし、これね。いや、ちっこいでしょ。やばいよね。泣けるぜ、ちっちゃくて。はい。よいしょ、これを、こっちのね、問題の方に移しましょうと。今ついてるやつをまず外すところからかな。OK。じゃあこれちょっと外していこうか。もしかしたらスイッチが壊れてたんじゃなくて、このボルテージレギュレーターの調子が悪くておかしくなってたかもしんないね。よし、外れた。隣から持ってきた、I&K から持ってきたやつをつけていきましょう。これでうまく動くといいけどな。うまく動いたら奇跡で、もしこれで動けばね、A&K の方も、もうさし、このパーツ買って差し替えておこうと思うんで。よし、くっついた。OK。いやー、さあ、吉と出るか、京都出るか。よし。さあ。効果はあるかな。いや、こんなで直れば誰も苦労しねえだろう。オッケー、じゃあ電源つなぐよ。
おーイエス。お、勝つっていうところまで OK ね。なんか激しいな。なんだろうね、これね。なんかおかしいな、やっぱ。ここじゃねえのか。なんか動きがさらに怪しくなったね。ボルテージレギュレーターではないことは分かったので、まあいいや、ちょっともう一回頑張ってみます。治った。あのね、なんか全体的にハンダがちょっとね弱いなってことに気づいて、全部ハンダをね当て直しました。ああ動いたよ、見てよこれ。いくよ、ほい、セレクター、ほら。やったぜ。よっしゃ、もうね、あのタイガースリーマン HK さんのホームページを見て、あのよし、もうこれ買おうか、ポチってやる寸前で、いや待てよ、そういえばもう一回だけ見直そうと思って。治った。超嬉しい。よし、わかりました。多分ねこれ、ここの多分、ボルテージレギュレーターじゃ多分なかったね。で、そもそも、おそらく、ここのスイッチも多分関係なかった。うん。単純に、あの、ハンダが、全体、どっかがね、弱かったんだね。もう全部やり直した。ハンダを全部、ハンダ5で当てて、通し直して、で、全部、ハンダをね、付け直したところ、いやー、うまくいったよ。やった、超嬉しい。よし、というわけで、じゃあね、ちょっと戻して、はい、後説いこうと思います。はーい、いかがでしたでしょうか。いやー、ほんとね、今回は、ね、疲れちゃったよ。あのね、別にそんなに時間かかってないの。やり始めてからね、終わるまで、だいたい5時間ぐらいかな。いや、5時間かかってない、4時間ぐらいかな。もうその間にさ、動いてたものが自分の手を加えることによって動かなくなってしまったっていうのが、もう本当にね、残念すぎて。そう。もうだからもう、替えのパーツを買おうって、ほんとさっきも言ったけど、あともう、ワンクリックで購入っていうところで、押しとどまったのよ。そう。いやいやいや、まだまだ待てよ、と。まだ悪あがきしてみようと。はい。というわけでね、今回ね、修理完了しました。はい。ね、スイッチ、押しボタンスイッチ、もうね、ちょっとね、感触がやっぱり悪かったんで、あれも良くなかったと思う。うん。まあ、今回それをね、新品に変えられたので良かったかなと思ってます。あと、多分ね、関係なかったのは、ボルテージレギュレーター。そう。多分これ交換しなくても大丈夫だったと思う。まあ、同じようなね、仕様のものを A&K の使う、ちょっとうちでは使えない A&K のね、FCU からちょっと分取ってつけてみたんで、まあまあ、そこはね、まあ、つけてみたんだけど、まあ、特に変わりはなかったと。で、最終的に何をとか、そう。全体的にハンダをやり直した。そしたらうまくいったよ。見てこれ。あははは、会長でございます。いやー、よかった。本当によかった。よし、これでまたね、末永く。はい。そばけでね、このチャイポン、はい、中身トレポンのチャイポンね、活躍してくれるだろうと思います。はい。というわけで、じゃあ今回もね、最後までご覧いただきありがとうございました。じゃあまたね。